ほう。久しぶりにコンサート終わってからね、ずっとなんかバタバタしてて、できなかったので、久しぶりのショールームです。3日間、ちょっとねもう過ぎちゃったけど、コンサートもねありがとうございました、皆さん。私は今なんかカフェラテ飲んでます。やっと落ち着いてはない。なんか北海道が終わるまではなんかずっとバタバタしてて落ち着かないけど、まあ、一旦本当に武道館コンサートが終わって落ち着いて、今すごいふうって感じで、も今日もねめちゃくちゃね踊ってきました、朝から。今日モーニングコンパスだったんだけど、モーニングコンパス行って、でその後ねずっとリハしてきて、もうクタクタ、今日疲れた。何の音？あ、大丸東京、いいな、行きたい。大丸東京行きたかったな。そう、今ねキャンペーンやってるので、皆さんもぜひ、結構メンバーがね行ってるんだけど、私まだ行けてなくて、いつまでだ？11月の、結構あった気がする。東京モーニングコンパスでした。コスメフロアにささめくさし、佐々木さんのなんかあるんだ。そう、昨日はね本当に波動終わってからお家帰って、もうマジで一瞬でお風呂入って一瞬で寝たけど、ちょっとね、夢を見る前に起きました。あ、でもまあ寝れちょっとは寝れたんですけど。今日の衣装可愛くなかった？昨日もあまり元気に見えなかった。昨日さ、なんか自分でもなんか、なんか全然ダメだって思って、なんか本番始まる前からなんか元気がなくて、珍しくで、なんかやばいって思って、で本番始まってからもなんか頭が働かなくて、頭も働かないし体も動かないし、やばいって思ったら、なんかゆりさんもそんな感じで。ちょっとね、疲れてる時に波動は大変だけど、でもね昨日ちょっと申し訳なかった、めっちゃ負けちゃった。オカリナね、ちょっと勝たせてあげたかったんですけど、でもまあまた次頑張ります、チーム4。本当になんか昨日ね、何言われても頭が動かなくて、これもう絶対モーニングコンパスやばいって思ったけど、なんとか今日は、今日でも結構ねうまく言えた気がする、自分の中で。昨日もね朝からリハして終わった後、そのままリハーサル、あ違う違う、波動だったからね、バタバタ。次27、めっちゃ喉鳴った。頑張ろう、それまでにちょっと鍛えなきゃ、伝えなきゃ。今日はね
今おにぎり食べた。今日の朝もカフェラテ飲んで目を覚ましましたけど、あ、コンサートのね感想とかもちょっと聞きたいなって感じ。まあみんな結構あのコメントとかに書いてくれたんだけど、本当にね武道館3日間楽しかった。大変だったけど楽しくて、まず1日目がまあ8の休止の発表と、あとはチーム4新チームのコンサートで、私はそう、あなき待ってちょっと遡ってる今、なんだっけ、あチーム4で伝導率とかやってたね。運動率とかやりました。でその後カップリング、カップリングがね何曲出たかな、全体曲入れなかったら8曲ぐらい。オープニング、そう、一番最初が好きだ好きだ好きだって始まって、で僕だけのバリュー、彼女なんだっけか、 それでも彼女、あと制服の羽、ハステとワステ、あとね、あとはチーム美容師と正義の味方じゃないヒーローとかいっぱいね出させてもらって、なんかカップリングコンサートってあんまりね今まで全体グループ全体が多かったからあんまりね出る機会なくて、チームメイトの曲だけとかだったんだけど、今回は AKB だけだったんで本当にいっぱいね出れました。めっちゃ嬉しかった。ハステとハステでね、そう選ばれてしまいました。しかも私の歌割り足が臭いのところだった。河合さんもなんか足が臭いって言われてたじゃん。たまたまだと思いますけどね。たまたま私がなんか足が臭いっていう歌割りになっちゃって、でも聞いて、本当にねこれ本当の話なんだけど、本当に臭くなくなった。これマジびっくりするじゃん。でも本当の話なんです。わかんない、なんかね高校生の時は本当にねレッスン後とか、普段はね全然そんなことないんだけど、レッスン後のレッスン靴とかがすごいなんか頑張った頑張った匂いがしてたんですけど、本当にディズニーの後でも臭くない。ちょっと聞いてほしいんですけど、冬にディズニーランド行って、でブーツで行って、でなんかやっぱブーツって蒸れるじゃん。でも臭くなかったの。もう私それを経験してから、あもう私は足臭いなんて言っちゃいけないと思って、どんなに臭い状況を作っても臭くないから。感動しましたねあれは本当に。そう、それでハステとワステがあって、なぜあれ好き、結構ね衣装も可愛い、衣装は高見菜さんの着たんだけど、高見菜さんやっぱ身長が全然違うからさ、体格とかもだけど高見菜さんのポジションだったから、高見菜さん
の衣装着て、もうめっちゃちっちゃくてね、びっくりした。でね、あとなんか思い出あるかな。あ、そう、カップリングの日にあれも披露したんだ、運命の歌。あ、違う、チームコンサートだ。チームコンサートの日に運命の歌っていう、あの新しいカップリング、リップグロスのカップリングに入ってる運命の歌を初披露しました。どうだったあれ。なんかね、ダンスも結構難しくて、みんなでめっちゃ合わせた。17期メンバーとお話何かできた？できた。あのね、そう、今回17期の子たちがと一緒にね、初めてではない、あ、でもほぼ初めて、なんか結構リハの時から一緒にいて、なんかもうみんな可愛い。私の推しメンは、推しメンはね結構いるんですけど、コッコちゃんも可愛いって思ってて、で水嶋ちゃんもめっちゃ好きで、あとね、ソララが可愛い。いや、みんな可愛いけど、なんか話した時に可愛いってなった。ソララちゃん初めて話して、いや、まだ話したことない子いる。話したことない子もね、いるで、まだちょっと話してみたい。そう、目力めっちゃあるよね、ソララ。あ、昨日もね波動で一緒だった、ソララ。でも昨日は全然お話できなかったんだけど、かわいい。ソララのうちは結構あった。私のお茶碗も見つけました、ありがとう。ちょっとコンサートの話してから波動の話するね。でコンサートはどこまで話したっけ。あ、そう、あとね、チーム B、 岩田でチーム B でね、できたのめっちゃ嬉しかった。なんかさ、まあ別にチーム B の曲って今のチーム B でやればいいじゃないですか。でもなんか前回のねチームでできたことがねすごい嬉しくて、まあそう、本当はね開催する時がまだチーム4になってない時だったから、でチーム B でできたのが嬉しくて、でなんかチーム B 推しが3位だったじゃん。でその前にみんなで写真撮りたいねって前日に話してて、で、でも確かサホさんとかがアイスの口づけに出てて結構ね、ギリギリになった。でもなんかみんなに絶対撮りたいって言って、もう最後の最後まで粘ってギリギリでチーム B で写真撮れて、なんか本当にチーム B らしくて思い出した。楽しかったな、チーム B。 チーム4も好きだけど、やっぱチーム B は4年半もいたので思い出がねすっごい、しかも初めての兼任場所だったから、とりあえずね思い出がたくさんあります。あ、そう、ハータン可愛かった。なんかもう泣きそうになっちゃって、泣きそうになっちゃった、私ハータンのあのコメント聞いて。
松戸でコンサやったね。え、なんかもうだいぶ前に感じるけど、すごいよね、ツアーやってたもんね。行く側は楽しみってこれのことだった。あ、でもね、全体的に曲数が多かったからそれが楽しみだった。でも早着替えがさ、やばくて、なんかだいたいね、2曲の間に着替えたりして、まあ、早着替えもっと早いのもあったんだけど、1曲で着替えとかもあったんだけど、早着替えは多くて大変でした。いろんなね、関係者の方も見に来てくださってて、千葉テレの関係者の方も来てくださってたんですけど、すごいね、今日お会いして、でなんか感想とか話してくれたんだけど、すごい楽しそうに話してくださってて、あ、なんか嬉しいなって思った。なんかその来てくださったスタッフさんがいたんだけど、その方は全然詳しくないというか、まあシングルとかは分かるけど、カップリングはさ、まあ AKB ファンじゃないとさ、難しいじゃん、知ってる曲あんまないじゃん。だから、でも全然曲分かんなかったですよねって聞いたら、そう、カップリングのね日に来てくださってたの、その方は。そしたらなんか、え、でも1曲目でチームメイトのあの好きだ好きだ好きだ、待って、私ここに乗りついてない？さっきおにぎり食べたから、恥ずかしい。チームメイトの好きだ好きだ好きだが、あの1曲目から来てすごい嬉しくなっちゃったって言ってて、よかった。あのね、7セレクトでね、最近は好きだ好きだ好きだをかけてるんですよ。だからね、あ、この曲知ってるって思ってくれたらしい。カップリングはね、さすがにファンじゃないとね。私でも知らない曲あるし、やんなかった曲とか、あ、今回はなかった、いや、あったわ、なんか、まあ、聞いたことあるけどあんまり知らない曲とかもあって、そりゃ何千曲もね、あれば。メンバーもね、見に来てくれて、先輩もね、来てくれて、なんかすごいんだなって思った、改めて。で、まあ、カップリングはまあいろいろありの、最後のゆきりんさんのコンサートはもうね、とってもとっても大変でした。大変、楽しいんだけど、すごくね、出る曲も多くて嬉しくて、でも覚えることもたくさんあって、3日間セットリストも違うからね、よく考えたらよく覚えられたなって感じだけど、私がね、あ、そう、あやねちゃんがセンターになった11月のアンクレットで、ゆうなとね、あやねちゃんと3人で歌えて、もうこれはあやねちゃんに感謝です、とっても。あやねちゃんがね、勝ち取って、私たちがあやねちゃんをの両端で、いや、いい曲だよね、アンクレット、めっちゃあやねちゃんっぽくない？なんかアンクレット似合うと思って、衣装もだし。
く映像見たい。なんか普段あんまさ自分の出てる番組とか見たくないけど、今回のコンサートちょっと見たい。コンサートはね好きなの、見るの。自分が出てるっていうより、なんか普通にアイドルのコンサート見るの好きだから見たいな。奈々さんはくじ引きしました。悲しいことに白でした。ハズレ。七瀬が当たった何の曲、確かに何やってた、あれゆきりんさんが決めてくれたのかな。昨日のユーナの配信でユーナファンから七瀬の足が大好評だって。そうなの？なんで？そう、アンクレットの衣装ね、めっちゃかわいい。てかね、結構見えたよ、みんなのこと。え、私すごいのが、みんな、まあなんか本当に全員は見えなかったかもしれないけど、あのね、やっぱペンライトの色ってねすごいわかる。だからあのとりあえず赤と黄色に思いっきり手振って、でなんか関係者席私見てて、関係者席はあのまあ、大体の人が、まあ、何も持たないで静かに見てるパターンなんですけど、あの本当に嬉しいことにモーニングコンパスのスタッフさんが赤と黄色のペンライトを持ってきてくれてて、なんか一人だけめっちゃ目立ってる人いるなと思って。でもすごくない？あの距離でちゃんと見えて、だからファンの人のことももちろんめちゃくちゃ見えました。え、嬉しいよね。嬉しい。そう、ファンの人のモノアス結構見つけた気がする。まあ、なんかここに座るよとか言ってくれてた人とかはもちろん探して意識してみたけど、まあ、でもとりあえず広いからね、劇場とかよりは全然こうなんだろう、見れる回数少なかったけど、でもこう全体なんだろう、てかさ、ファンの人でもさ、なぜ近く行ってこうやってやってんのにさ他のところ見てた時あってさ、あんだけ広かったらねそうなっちゃいます。広いね、やっぱ劇場にいつも出てる。最近劇場なんか大きいところであんまやってなかったから、久しぶりに広いところでって、うわ大きいって思ったけど見えました。意外と髪の毛ボッサボサだ。今日本当に朝早く起きてレッスンしてたのでボサボサです。言い訳。あれなんて言うとてか、久しぶりのリップグロスさ初めて踊ったんだけど、そうなんかこれ言ったかもしれないけどさ、なんかそのエイトの休止の発表された後に最後の曲で歌ったんだけど、
めっちゃいい曲っていうか歌詞がさ、チームメイトのためにチームメイトのために作られたって思うくらいさ、なんか歌詞がすごく自分に響いて、なんかもうなんせリクアワとかさ歌詞見て全部さ、これチームメイトのための曲かなみたいな、全部になんか思った。やっぱそういう時やっぱすごいね歌って、なんか自分の気持ちとこう重なるからね。何の曲、もう結構、もう私制服の羽を踊ってる時とかさ、チームメイトの曲がさ今回のなかったんですよね、コンサートで。だからまあリクアワで制服の羽全員でやったのがもう初めて、その3日間のうち唯一の。好きだ好きだとかは入ってたんだけど、全員じゃなくて16人だったからできなくてなんかね、しばらくは制服の羽とかも踊らないのかなとか思ってちょっと悲しくなっちゃいましたけど、いやほんとすごいですね。だからやっぱ歌ってなんかすごいなって思った。あんまりなんせさ何かあって歌で泣いたりとかさしないタイプ、たまにいるじゃん、なんか悲しいことがあったらその曲を聴きまくって自分もめっちゃ泣くみたいな人、あんまりそういうのしないからさ。でもなんか今回のねリップグロスは本当にチームエイトのための曲じゃんって思っちゃった、勝手に。久しぶりのリップグロス、あの日より輝いているよ、君は今きっと幸せってことだろう、あの日より、歌詞みんな改めてチームメイトのことだと思って歌詞読んでみて、本当になんかマジでマッチングしました、心と歌詞が。歌まで封印、確かにね、別にでもチームメイトのメンバーで歌う回数は減っちゃいますよね。今回3日間で8全員では1曲のみ、そうなの、制服の羽でしょ、ねえ4年やりたかった、こういう時にやりたいって思った。47いろいろね毎回大きいコンサートで披露してきたけど、いや今でしょって、もうまさに今でしょって感じで。ももう4月のコンサートめっちゃ楽しみ、今から、なんなら北海道も楽しみ。でもさ、ゆきりんさんがなんか本当はエイトの曲入れてあげたかったけどって言ってくださっただけでも、ありがとうございます、嬉しいです。てかゆきりんさんも知らなかったんだ、なんかしてんのかと思ってた。でも一曲できたことがねありがたいですね。そうそうそう、着替えがね大変だから、確かにそうなんだよね。まあでも全然何の衣装でもやりたかったけどいやでも8は8のコンサートでもうね、てかもう一回ぐらいコンサートないのかなで私はちょっと思ってるんですよね。毎年1月とかでなんかあるじゃん、コンサート TDC とか、いやなんかあるんじゃないかなっていう期待はちょっとしてます。ただ全く知らないので当てにしないでください、この情報は私の個人な感想ですので。
そう、それでなんかリハの時に鈴木くるみちゃんとあと佐藤みなみちゃんと近くて、場所がなんか全体曲とかの位置が近くて、でね仲良くなった。くるみちゃんでもね本当にね、私絡みない子は本当にないから、まあそうじゃん、なんかくるみちゃんもそうだし佐藤みなみちゃんもだし、まなかちゃんとかもなんか全然あれなんだけど、最近結構喋るようになった。エリーちゃんとかもおりんちゃんとかもあんまりね、そう関わる機会がねなくて今まで。だから嬉しかった。ちなみにですけど、なんだっけ、あ、草原の奇跡の時に私ユーナーさんに挟まれてましたね。それはちょっと嬉しかったんですけど、ちょっとなんか新鮮でした。いやー、いい曲。草原の奇跡もね、実は初めて歌いました。いい曲だった。ゆうななな、ゆうななな、ラッシャー落ちたはずなのにその時見失っちゃった。いや見失うよね。見失うよね、そりゃあんだけいたら。だって97人だっけ、すごいもん。みんな的に何の曲が良かった？良かったっていうか、なんか記憶に残ってる曲とかあります？あ、79人か。97人は言い過ぎた。なんか良かった曲ありますか？あれ、ハステとはステ、あ、本当？でも楽しかった、楽しかったです。メンツもなんか明るい陽気な人が多くて、でもね、本番までに全員集まんなくて、大体誰かがいなくて、リハーサルで初めて一緒にできました。転がる石になれ、転がる石になれもね、ちょっと頑張りました。岩立チーム B、もうなんか正義の味方じゃないヒーローってさ、全然岩立チーム B の曲ではないけどさ、なんかツアーとかでもいっぱいやったからさ、すごい思い出のある曲になってる。
献血ルームでよく見ます。ありがとうございます。私のことですよね、きっと。ソちゃんのサプライズも期待正義の味方じゃないヒーローの最後なしちゃん、最後フラフラしてなくてすごかった。あれね、リハの時にねめっちゃ倒れちゃったんで、本番は絶対に頑張ると思ってキープしてた。もうお腹に力入れて倒れない倒れないと思ってしたら倒れなかった。よかった。次の味方じゃない、いいな。もう昨日はね、そう波動もね、ありがとうみんな。昨日波動だったけどさ、あれですね、ちょっと優勝はできなかったんですけど、私北海道来週行くんです。今週かも。え、待って、もうさ土曜日まであと木金とあと3日だ。はあ、楽しみ。楽しかったな波動。そう、みんなの近くにも行けたし。冬物全然出してないんだけど、てかないんだけど、いやあるけど冬物ちょっとやばい。何着てこうかな北海道って。ダウンはさすがに暑いよね、かさばるし。コート、波動ファイト。みんなスーパーボールありがとう。でまだね、私石垣島も行ってないんで、そう昨日ボールをさみんなからもらってたんだけど、まあ大体チーム4のところに行けばさくれるじゃん。だからまあチーム4のところ行ってて、でさ他のチームがもう固くなにくれないじゃん、みんながまあさ、それはしょうがないです。チーム4の皆さんもそうであってほしいから。でも DD 席のことを私ちょっと忘れてまして、そう DD 席のねファンの方もねいらっしゃったのに全然そっち行けなくて、でも2回目で行けたからよかったんだけど、ちょっとそれは反省してました。DD 席みんな優しいから入れてくれてありがとう。七瀬におねだりされたい。波動3時間もね入れるもんね。たくさん出て全部優勝したら旅行し放題。そうだよ、だから私頑張ればめちゃくちゃ
遊びまくれる。ちょっと頑張ろう、練習しよう。やっぱ全部ナンシちゃんに入れた、ありがとう、嬉しい、大事だからね、あれ。次こそ波動当てたい、ぜひ当ててください。ぜひぜひ。沖縄楽しみ。いや、その前に北海道や。北海道何着よう、本当にセーター、セーターですよね。ちょっとなんかあったかいもの買っとこう、あったかいもの買っときます。長袖だよね、もちろん。旭川はなぎちゃんが決めた瀬取りですか、どうなんだろう、そうかな。でもね、すごいよ、あのね北海道のイベントね、マジでこんなにリハしてるってことはってことです。すっごいです。もうひょっとしたら武道館よりジェル曲多いかもしれない。いや、出る曲なんだろう、武道館はさ、もう全員でさあの曲をやってたじゃん。でも今回はまあ8人でやってるわけだから、すごいです、楽しい楽しいけど大変だし、やったことない曲もあるんですよ。いや楽しみ、本当に。2日間セットリストもね違いますし、本当にねすごいよ。これはもう見る価値あると思う、私はもう胸を張って言えます。だからもう大変です、大変。いやもう楽しむために頑張るけど、ぜひお楽しみ、頑張ろう。先生週は涼しく帰ってきたんだけど寒くてびっくりしてすぐパーカー買ってきた。コートを着ようかな、寒いのやだ。こんなイベント久しぶりだから楽しみすぎて夜しか寝れない。お昼寝もしましょういや夜しか寝れないわ、ちゃんと寝てるしね。千代チャンネル見てます、ありがとうございます。てかワンチャンさ、カイロとかもいるよね。いや荷造りしなきゃ、頑張って頑張ります。みんなも荷造りしよう、一緒に。マフラーいるんじゃない、なんか一桁って言ってたよ、多分やばい。え、本当に買おう、ちょっと冬物。
やばいよね。楽しみ、本当に楽しみ。なんかね今日もねずっとみんなでなんか北海道美味しいもの絶対食べようねってね約束しながらリハしてた。スキー場行くような格好が必要か。え、本当にそうだと思う。多分マジでスキー場だと思って行った方がいいよね。念には念を。風邪ひいたらやだし、今ね風邪ひきやすいし。食べたいものリスト作ったよ。作ったというかもう頭にねインプットされてる。まずお寿司、回転寿司、あとはカニ、あとなんかホタテとか、まあ、魚介は絶対全般的に、あとジンギスカン、あとイクラ丼も食べたいな。ウニ丼、イクラウニ丼、ウニイクラ丼、妄想が膨らむぜ。楽しみ、え本当に楽しみ。どうしよう、もうご褒美、いや頑張ろう。その前にちょっとねリハーサルを完璧にしないといけないんで頑張ります。あラーメンも食べる。え、土曜日の夜ご飯食べ過ぎて次の日顔パンパンにむくんでるかもしれないけど、いいですか。それでもそれでも私ってことは変わらないのでいいですか。顔は全然違うかもしれないけど実質吉川のせなんで許してくれます。もう目とかめっちゃ腫れてるかもしれない、夜中にラーメン食べて。ダメですか、マジか。でもね2日間あるから2日目のなんか終わった後とかにもね食べたいな、美味しいもの食べれるかな、時間あるのかな、わかんないけど。地方遠征の時はチームメイト以外のメンバーから何か言われることありますか。お土産とか、今日もマネージャーさんに、仲のいいマネージャーさんにお土産買ってきてって言われました。ジャガポックル。1時間もライブするんだからたくさん食べなきゃ。了解です。みんなもいっぱい食べるんだよ。食べたもの、DM とかに送ってください。楽しみ。お土産代で出費大変そう。いや、もういいよ。だって旅行だよ。あ、仕事だった、一応。でも、だってライブ、私、ライブをあんま仕事って、っていう意識でやってないからライブは楽しむものなので、リハーサルとかは大変だけどライブは楽しみたいので、まあ、実質今回は私は旅行だと思って。行きます。ファンの方と一緒に旅行みたいなテンション。旅行支援金が出るのに、あ、なんか今やってるよねキャンペーンみたいな、それでかな。そのためには今頑張るので応援しててください。ということでそろそろランキング読もうかな。13位は香港のケーキアートマーク7レンジアートマークナトリドアさん、ありがとうございます。12位はマグリのアートマーク7レンジアさん、ありがとうございます。11位はトシアートマーク7レンジアさん、ありがとうございます。10位はホアンさん、ありがとうございます。9位は YSN73 さん、ありがとうございます。8
8位は鉄七瀬波動拳一生推しやっとマーク7レンジャーさんありがとうございます。7位はプロジュさんありがとうございます。5位は猫トラメアットマーク40っぱさんありがとうございます。5位はガリさんアットマーク7レンジャーさんありがとうございます。4位はトワタンアットマーク7レンジャーさんありがとうございます。3位はヨシノリアットマーク7レンジャーさんありがとうございます。2位はパンダアットマーク7レンジャーさんありがとうございます。そして1位は鍋アットマーク7レンジャーさんありがとうございます。みんなありがとう。それでは私はずっともう北海道が終わるまでは北海道楽しみばっかり言うと思いますが許してください。それではバイバーイ。今日はちょっと早く寝ます。早起きしたのでね。バイバーイ。